して右サイドを見ながら小谷、その右サイドを使う多田。さあここからチャンスを作れるか、多田のクロス、さあどうした、いけるか、シュートまで、シュート決まった、秋田同点。最後飛び込んでいったのは藤沼。この前半秋田の1本目のシュートが同点ゴール。古田が残してこのこぼれ球を最後詰めていった藤沼。